この地位協定を抜本的に変えていかないと、こういう事件や事故が発生しても米軍はケロッとしてまたアメリカにそのまま帰ってしまって罪を問われないというこの現実がやはり私たち県民の怒りとなって、今は地位協定を抜本的に根底から変えてくれという運動をずっとやってきたんですね。でもそれは全く変わらない。どんなに事件が発生してもどんなに人が亡くなっても日本政府もアメリカも変えないんですよ。ですから何のために私たちがこれだけの犠牲をずっとずっと負わなきゃいけないのか、これは日本政府にもアメリカの政府にも両方に責任がありますから。自家厉害。